あんま出ないかも、初めてだな。タタタタタってみんな出てきたのに。帰ります。さあ、老眼鏡かけて準備とかって先にしてね、お母さんね。言ってくれないと。はあ、ママ老眼鏡してないよつって。なんでなんで。おしっこ出てなかったんで、何日かぶりにちょっと先に出します。ちょこっと、そんなにしつこくは出さないですけど。そうだよ、おしっこ出してくぜよ。いい加減にしろよ。おしっこなんだよ。ちゃちゃ出たよ。出た。忘れちゃったんだよ。一枚パッチョで。止まったよ、キャーっつったら止まんねえ。あ、ちょうど足の付け根にもついてんだよ。それを見てくれよ、それを。で、心の声なの。ここだよ、なんで分かんないのかよ。足の付け根、前足とかなんか、ほら、剥げてない。剥げてません。自分の脳みそが剥げてるくせに。お父さんの頭と間違えてた。しっこ、しっこするよ、するよ。ちゃんと軽く、ちゃんと。よいしょ。どんなでっかい赤ちゃんだな、あんたも。困っちゃったね。出してください。しつこく出さん、全然出なきゃもういい。出ない。よし、オッケー。一滴。よし、大丈夫かな。そうそう、増えないんだよね。ちょっと今、食べ飲むの量を減らしたし、うんこもいっぱい出たんで、2日間停滞です。まあ痩せてるわけじゃない、食事もしてるので大丈夫です。545、はい、OK、 大丈夫、入ってください。ちょっとキッキが出てるわよ、こうやってですね、毎日今少し遊んではいるんですけど、あまり取るあれがなくて。こうですね、ちょっと橋のここがちょっとなんかカーブで俺を吹き損ねてたみたいで、ちょっとカブ出てるみたいな感じでお薬は塗ってます。ヒビックス軟膏ですね、塗ってあげてます。あとは綺麗に、まあ、育ってはいると思うんですけど、ちょっと排泄がやっぱりなかなかですね、今日はしてないですね。だから朝から減らすとしないし、増やすとも、今朝もですね、ちょっと、まあ、量を徐々に戻したんですけど、今さっき、まあ、さっき10時ぐらい、あららら、なんだよ。落としちゃってですね、片付けたとこです。はい。よし。ちょっと、まあ、お休みしよっか。結構遊んでます。これでもう20分ぐらいどこ遊んでます。おじ昼んぽに行こうと思うんですけど、よいしょと。おじさんが結構寝てますよね、なんか最近。涼しいのかな、ちょっと。
ょっと待ってて。結局ランチからですね。食べてくれたら1日3食はちょうどいいですよね、やっぱりですね。暑くてひっくり返ってます。ゴロちゃん、ゴロちゃんあげるよ、ゴロちゃんこれあげるよ、どっちも起きなきゃ。なんだよなんだよ、もう取れないのあんたたちは本当に。まあまあ、しかし家の中で朝だらだら呼吸ができなくなると暑さじゃないんで、もうこれくらいがいいのかなと思います。動かなきゃ汗かきません。無理しかないですね。リモートも綺麗ですよね。いや、焦げますね。横さんはこれはいないですね、間違いなく。砂はちょっと戻ってきてますね。あまりの焦げに危険なので、まあ、温度は高くない、そんなに僕みたいに39度とかにはならないんですけど、海鮮がやっぱり強いですよね。なので撤収。一気に動画撮りたいんですけどね、ともかくカメラに飛んできちゃって、これなんか目がちょっと赤いか、目薬さしとくかねえ、目薬さしとこうね。ちょっとね、さっきですね、おしっこは遊んだ後してあるんですけどね、その後、おしっこ以外も、まあ、僕もおしもしたんですけど、全部分量戻してるわけじゃないんですけど、今がちょっと白い唾みたいなやつなんで、またしまわないとダメかな。よいしょ、入っててください。ちょっと大きくなったね。もう2キロになったかもね。あんた何やってるそこで。はい、お母さんちょっと早く出してよ。編集の途中ですよ、私はまだ。ちょっとミルク多めというかですね、ミルク少なめにしました。まだ35日になってないので、
消化器官の方がまだそこまで対応できないかなと思ったね。ここちょっとまたパターンが違うので、一丁前に何やってんだよ。はいはいはい、どうぞ。興味なくはないやな、いきなりカリカリに行きそうな感じですよね。だけ出そうか。顎を拭いてあげてね、あとね、うん、お願いしますよ、お母さん。出ないよ、俺っち。出ないけど、うん、出ないけど、なんか汚いよね、お尻。ね、うん、や出ない、嫌だね、嫌がったね。うん、俺の言うじゃないけど。ここ、ガキガキ。すごいね、歯が。これはもう作るし、顔を上げないとダメだ、片っぽの手で。そうよ、やめて、ね、ただれちゃうといけない。ここまだ残ってますけど、おっぺたとこ。お母さんのピッチャー雑だよね。どこ、ここ、うん、お父さんの雑さには負けますけど。いやいや、俺丁寧ですよ。そうするからって、ゴミいっぱい残ってるのどっちだよ。土足で入ってくる。どこを褒めるからしょうがないじゃん。取れない。そうだよ、そんなに。カメラを構えた途端に起き上がりましたね。上で寝そべってたんですけど、やめなさいよ。これケロコ、ケロコもなんか顔がとんがってたかなと思ったら、そうでもないですね。丸い顔になってきましたね。吹きは寄り目ですよね。何やってんの、意地悪ですよ。し、はい、夕飯です。ちょうど3時半ですね。デートしてますけど、よいしょ。なんかわかんないわ。大事でもそんなないですね。はい、どうぞ。がっついてるってことはないんですよね。結構ですね、余り物をちょこ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 食べに出てくるので。キロコさん、どこで食べるぞ。ここで食べる。どうぞ。よいしょ。はい、どうぞ。
はい、どうぞ。ロジ君倒れてますね。ロジ君、お願いだから上行こうか。さあね。よいしょ。よいしょと。いつも食べてるお顔は映らないんで。とても美人ちゃんですよね。今日101日目、まあ、小柄ってこともないですけど、茶色の沢田君は結構大きくなるかもですね。はい、第2陣入場です。はい、ランちゃんおいで。ランちゃん、暑いんだから、ほら。あ、僕は来た。はい、ランちゃん。はいはい。マル。はい、バックン。アスイちゃん、頑張っていくよ。ちゃんの関東から他の人は食べられない。王子はいたけどな。あともちゃんと食べますね。にゃんに、にゃんで。はい、テトン。あら、背中は食べないの。あら、おい、つくね、いいの。つくね。